未来予想2045へようこそ。知的好奇心を刺激する科学の最先端、テクノロジーの奇跡、未知の謎を紐解くように解き明かし、知識の扉をこじ開けます。今回は科学技術が発達して青函旅行へ行けるようになる未来について考えてみます。未来において科学技術が飛躍的に発展し、青函旅行が可能になる可能性があります。今回の内容、超高速航法の開発。超高速航法の開発は、未来の宇宙探査において画期的な進展をもたらす可能性があります。今までの宇宙船は高速に近い速さでしか航行できず、青函距離を超える旅行には数十年以上かかることが課題でした。超高速航法はこれらの制約を打破し、高速を超えて宇宙空間を探索する技術です。具体的な手法としては、アルクブレークやワームホールの活用が考えられます。アルクブレークは物質を通常よりも速い速さで移動させる概念であり、これにより宇宙船が高速を超えて航行できる可能性があります。ワームホールは時空を曲げて異なる地点を結ぶもので、これを利用することで短時間で青函距離を移動できるかもしれません。ただし、これらの技術の実用化には多くの挑戦が伴います。物理学の法則やエネルギーの制約に対処する必要があります。特に巨大なエネルギー源や物質の特異点の制御が難題です。また船内の乗組員に対する影響や安全性も確保しなければなりません。超高速航法の成功には国際的な協力や多岐にわたる研究が必要です。その一方で、成功すれば太陽系外の惑星や銀河系内の未知の領域への到達が飛躍的に進み、新たな知識や資源の発見が可能になります。未来の宇宙探査において、超高速航法は人類の夢を現実のものにするかもしれません。持続可能な生命維持技術。持続可能な生命維持技術は、長期間にわたる宇宙旅行において乗組員が健康かつ快適に生活できるようにするための革新的な技術を指します。宇宙船内での生命維持は、食料、酸素、水の供給だけでなく、心身の健康や心理的な側面も考慮する必要があります。未来の持続可能な生命維持技術は、バイオポッドや閉鎖型の生態系などを利用して宇宙船内で循環可能な生態系を構築することが期待されます。これにより有限な資源を効果的に再利用し、宇宙船内でのサステナビリティを確保します。食料は植物や動物を閉鎖環境で生育させ、酸素や水も循環させることで、乗組員は長期滞在に耐えるための基本的な生存条件が整います。さらに宇宙船内での心理的な健康も考慮されます。適切な照明やエクササイズ施設、エンターテインメントなどが組み込まれ、乗組員が長期間の孤独や閉鎖環境においても心身ともに健康でいられるようになります。持続可能な生命維持技術の発展により、未来の宇宙旅行では乗組員が快適で安全な環境で生活でき、長期的な探査ミッションが可能になるでしょう。人工知能とロボット工学の進歩。未来の宇宙旅行において、人工知能 AI とロボット工学の進歩は極めて重要です。 AI は高度な自律性と問題解決能力を備え、宇宙船内での様々な任務に対応します。これにより乗組員は人手不足や危険な状況から解放され、より複雑な宇宙ミッションが実行可能になります。未来のロボットは宇宙船内でのメンテナンスや修理、科学的な観測、物資の取り扱いなど様々なタスクを遂行します。これらのロボットは高い耐久性と適応力を備え、
宇宙環境での活動において人間が難しい場所や状況で働くことが期待されます。人工知能とロボット工学の発展により、宇宙船内では乗組員と協力して効率的かつ安全に作業が進められます。また、AI がリアルタイムでデータを解析し、船の運用や宇宙環境の変化に迅速に対応することで、予測不能な状況にも柔軟に対処できます。これにより、宇宙船はより自律的に運用され、長期間の宇宙ミッションにおいても人間の介入を最小限に抑えつつ安全かつ効率的な探査が可能になります。未来の宇宙探査において人工知能とロボット工学は欠かせない存在となるでしょう。宇宙資源の利用。未来の星間旅行では宇宙資源の利用が鍵となります。地球外の惑星や小惑星から資源を採取し、それを宇宙船のエネルギーや補給に利用することが考えられています。これにより、有限な地球の資源を節約し、持続可能な宇宙探査を実現することが期待されます。太陽系外の天体からの資源採取には、探査機や鉱石採掘ロボットが活躍するでしょう。これらの技術は、自律的に資源を探査し、採取する能力を持つことが求められます。また、資源の輸送には新しいエネルギー源や推進技術が必要とされ、これらの開発も進むでしょう。利用される宇宙資源には、水や鉱物などが含まれます。水は酸素と水素への分解が可能であり、それによって宇宙船内での酸素供給や推進剤としての利用が期待されます。鉱物はエネルギー資源や建材として利用され、宇宙船の建造や修理に役立ちます。この宇宙資源の利用により、星間旅行はより経済的で持続可能なものとなります。地球外の資源を有効に活用することで、宇宙探査の範囲が拡大し、長期的かつ多様なミッションが可能になるでしょう。異星文化との交流。未来の星間旅行においては、異星文化との交流が可能となるでしょう。異星文化とは、異なる星や銀河系内の知的生命体が築く独自の社会、言語、習慣などを指します。この交流は、科学的な発見だけでなく、異なる知性や価値観を理解し合い、共存する新たな可能性を探るものとなります。異星文化との交流には、高度な通信技術や翻訳技術が必要です。未来の通信手段は、光や電波などを超えた新たなメソッドが導入され、異なる星からの情報をリアルタイムで伝えることが期待されます。また、高度な言語翻訳技術により、異星文化と円滑にコミュニケーションを取ることが可能になります。異星文化との交流では、異なる社会構造や価値観に対する理解が重要です。異星人とのコミュニケーションが進むにつれ、文化や宗教、倫理観などの違いに対する尊重と柔軟性が求められます。これにより、異星文化との対話が深まり、共通の利益や協力領域が見つかることが期待されます。交流が進む中で、異星文化からの新たな知識や技術の導入も可能です。異なる星系からの視点や発見が人類の知識や進歩に新たな次元をもたらすでしょう。異星文化との交流は科学的な発展だけでなく人間性や共感の向上にも寄与するものとなり、宇宙全体にわたる大きな進歩をもたらすでしょう。未来予想2045、未知の扉を閉じる時間ですが、新たな洞察と知識を手に入れ、未来の可能性を感じましたね。ぜひ、グッドボタンとチャンネル登録をお願いします。興奮と感動を共有できて嬉しいです。次回の動画もお楽しみに。ご視聴ありがとうございました。